総務省はママイイイナナンンバーカーカドをを取得ししししたた。人にに付与されるるポイントの申し込み期限を5月月末末から9月末に延長すると発表ま政府はマイナンバーカードの普及を促進するため2月末までにカードを申請した人に対し 申しし込めば最大2万円分のポインンントがもらえるキャンペーンを実施しています。当初は2月末だったポイントの申し込み期限を5月末までに延長していましたがカードの申請が殺到し発行が間に合わない恐れがあるとして今回、さらに9月末までに延長することとしました。